一つの引き分けという成績になっています。通算の対戦成績は富山4勝、長野6勝、4つの引き分け。2021明治安田生命 J3 リーグ第18節カターレ富山対 AC 長野パルセイロキックオフとなりました。左から右へと、水谷は今シーズン背番号17から7番になりました。さあ中入れてシュート、先制は富山です。姫野は富山加入後初ゴールになります。吉平からのパス、もう一度富山のボール、姫野が高い位置、中入れていくか、シュート払っていった、こぼれたところ、坪川は下がっています。後ろから音泉、奪い取って椎名、吉平外へ開いた、シュート、今日2点目、姫野吉平、後ろから姫野が来るのを見えていました。マテウス、つながっていく、つながっていく、シュート、いや違う、ここのシュートは3点目、しっかりと見えていました椎名。入れてきたゴールの前、やっぱりどうだったでしょうか、ゴールキックになります。これも富山のボールになります。マテウス抜けていく、右へシュート、わずかに枠の左、ここで笛、試合終了です。3対0富山快勝です。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。